安住院は、岡山県岡山市中区国府に所在する寺院である。3号は、瓶井山。詳しくは、瓶井山全光寺安住院と号する。宗派は、新言宗全通寺派。本尊は、千樹千願観世音菩薩。瀬戸内33観論霊場第12番札所。岡山88箇所霊場第5番札所。護衛か。 昼はなほ夜をも照らす善光寺行くよも消えぬのりのともしび安住院は三沢山の北西六にある。三沢山の古名は秉井山であり、寺院境内の山腹に秉井という泉が湧いていることに由来する。これが当寺院の三号となっている。自伝によれば、奈良時代の天平正法年間に法恩大使が善光寺を創建したたと言われ、 以前48カジの一つに数えられたと伝えられる。安住院は善光寺の本坊である。法恩大師が平井の浜で光を放つ霊木を見つけ、千樹観音を刻み本尊としたと言われる。本尊を刻んだ際、法恩大師は主善光明滅無明、安住清司母大臣と言ったといい、これが次号、陰号の由来となったと伝えられている。 平安時代の演技7年内五次改装の消防が第一期の中高を成したと言われる。室町時代前期の応援2年増運により中高が成されたが、文明10年に黄門以外を火災で消失した。江戸時代初期の慶長6年初代岡山藩主となった小早川秀明により本堂など道運が再建された。江戸時代には岡山藩主池田家の日護のもと、 本坊安住院のほか不問院、中蔵院、行王院、蓮華院、理商院、法、明院、暇安院、関気院、満徳院、伝教院、金蔵院、明久志院などの達中が存在した。現在は安住院のほか、不問院、中蔵院を残すのみとなっており、中蔵院は名称のみが残る。当時院は、内田百の母大寺で、墓地には、 内田百馬と類代の墓所がある。ありがとうございます。